ご視聴ありがとうございます。ニャンダム工房です。今回の動画は要望がありましたフルスクラッチの動画となります。で、何を作るかと言いますとですね、今映っているリバイブ版ガンダムマーク2に装備させるサポートメカ G ディフェンサーのフルスクラッチ動画となります。リバイブ版のマーク2かっこいいですよね。関節ふにゃふにゃだけどね。でですね、 G ディフェンサーね、一応当時のものがね、埃まみれで存在するんですよ。最初はこいつを元に改造しようと思ったんですけれどもね、どうにも G ディフェンサー好きなのは好きなんですけれども、まあ、自分の好みに合わないところがあるというかね、それを、まあ、自分の好みに合わせていくと大改造になるか、もしくは原型をとどめない全く別物になるんですよね。で、全くの別物にするのはいいんですけれども、果たして今映っている G ディフェンサーを元にして自分好みの G ディフェンサーが作れるかどうかっていうのがね、非常に怪しいので、ならばもういっそフルスクラッチしてしまえっていう感じでこの動画を作りました、うん、それにしてもね、スーパーガンダムね、かっこいいのはかっこいいんですけれども、まあバインダーの自由があんまし効かないのと、まああのガンダムマーク2の関節がふにゃふにゃなんでね、正せれないっていうのもあるんですよね。まあガンダムマーク2もあの最終的には多少はいじりますけれども、まあ今はGディフェンサーの制作ですね、これをやっていきます。いや、 G ディフェンサーね、ほんと好きなのは好きなんだけどね、合体させるのを機種を外さなきゃいけないとか、まあね、で、それではいざ制作開始なんですが、一番最初はさっき指を刺した中央ブロック本体部分を作っていきます。それではやっていきましょう。まずはノギフツを使ってですね、大体の幅というか大きさですね、それを測ります。まあ、ほんと大体の大きさですね。マーク2に背負わせないといけないので、多少のコンマ何ミリは切り捨てて、まあ工作しやすい大きさにします。で、使うのはですね、いつも通りセリアさんに売っているプラ板ですね。で、サクッと、まあ、サクッとって言ってもこれを作るの何時間もかかっているんですけど、まあ、指さしたところにはスラッサーパーツが はまります。現物と合わせてみるとこんな感じですね。あの部分をちょっと盛り上げて立体感を出してみたって感じですね。現存のスラスターというかあの部分は薄いんで、ね、それをちょっと大型化してみました。次は横っちょの何っていうのある、まあ接続部ですね、あのような感じでね、寿屋さんの
あれ多分 ABS かな、ジョイントセッターについているやつを使って作りました。で左右に突き刺しているあの棒はランナーの再利用です。あれを元にして今動かしている部分ですね、あれの上下をできるように作っていきます。で再びさっくりと作ってみました。こんな感じですね。もう接着してあるんでプラ棒は抜けなくなったんですが、まああのプラ棒どっちにしろ真っ黒になるんで、筆塗りでもマスキングして塗装してもどっちでもいいと思います。あのこっちちょっと削るの忘れちゃった、まあいいかな。で両方とも作ってみました。あのようにですね、ちょっと最初なんでなかなか入らないんですけれども、あのように上下前後というのかな、パーツがスライドできるようになりました。で蓋をつけるとこんな感じですね。上下カードができるようにあの位置に切り欠きを作りました。ちゃんと前後に動きますね。ディフェンサーの今やっているギミックあのように元の GT ベンさんも前後に稼働します。まあ形も若干似てるんじゃないでしょうか。こちらも同じようにやってみます。それにしても本当ほこりまみれですね。大きさも大体同じですね。インテークがついていないんで、ちょっと形は違います。でですね、今度は先ほど作った芯の両側にですね、あのように外装部分をつけていきます。あの4枚が左右の外装部分となります。外装をつけ終わりました。まあこんな感じですね。大体似たような形状になっているかと思います。で本体に取り付けてみましょう。これだけでもちょっと GT フェンサーに見えてきた気がします。あのように切り欠きを使ったら、まあ最大であそこまで90度ですね回転します。まあ実際あそこまで回転させることはないんですけどね。だからプラ棒の軸を中央付近まで動かせば両サイドが上下に動いて、まあマーク2についている時は前後っていう感じになりますね。あのように動いて
要はあのマーク2の肩の可動範囲ですね、あれを上げるためにこのギミックをつけました。でさらに元の GT フェンサーにはない回転ですね、それもつけました。回転をつけた理由は後々わかると思います。まあまだ接続器をつけていないのでマーク2にはつけれませんが、あのような感じですね。あんな感じでマーク2に取り付けることになります。まあ稼働させるとあのように肩が当たらなくなるっていう感じですね、で接続器具をですね作りまして、マーク2に背負わせてみました。まだマーク2の回収が済んでいないのでですね、膝がふにゃふにゃで立つことはできません。ちょっとね、接続部を結構高くしすぎたせいでですね、あの部分を稼働させなくても腕の確保ができるようになっています。あんな感じでね、まあ、 あの稼働させた方がですね、いろんなポーズは取らせやすいかと思います。それにあれにバインダーつきますからね、あの部分を動かすことによってバインダーもそれなりに動くんじゃないかと思っています。ほんとふにゃふにゃなんだよな、マクツかっこいいんだけどね。で元の状態に戻して、まあ当たらないんですけど、やっぱりこう当たりやすいぐらいの狭さなんで、あのギミックは正解だと思います。で回転させるとあんな感じですね、ここまで動かすことができます。まあネタバレをちょろっとしますとですね、あの回転する器具というか、今指で刺してますけど、あの部分にですね大型の武器を2門つけようと思っているので、回転を追加したっていうのもあります。今立たせようとしていますが、まあ、膝と足首だね、あれが弱いんでほんと立たないんです。まあ、最終的にはですね、プロペラントタンクなんかを後ろにつけてバランスを取ろうと、バランスというかまあ使い棒みたいな感じにしようと思っています。マーク2とつなぐあの軸はですね、なんかのジャンクパーツか最初は 3mm の普通にコラボで行こうと思ったんですけど、気分に穴開けて刺したのはいいんですが、見事に折れてしまいまして、でさらにあのマーク2 の接続の穴ですね、あれとの調整がちょっときつすぎたんで、ジャンクパーツからあの部分だけ拾ってきました。で試しに現存のやつを取り付けたあんな感じですね。予定としては機種部分はですね、あのように背中に収納というか
折れ曲がって変形してあの部分に収まるっていう感じにしたいです、まあ、とりあえず今回はここまでですね。やっぱり現存のものがあるとスクラッチは非常に早く進んでくれます。それでは一周回してみましょう。まあまだスラッサーとかがついていないんでね、スラッサーとかに似てるかな、あれがついてないんで違和感はあると思いますが、この状態でも十分 GT フェンサーに近づいたんじゃないかと思います。そしてマックスに装備させてみました。どうでしょう、 GT フェンサーっぽくないですか。自分としてはもうこれだけでももう十分自分の理想形に近づいたので満足しています。ということで今回の動画はここまでとなりますね。次回はですねバインダーを作りたいと思います。現状のやつはバインダーの先っぽにミサイルが確か入ってるんですよね。あれをどうしようかなと今考えています、バインダーをつければね一気に GT フェンサーっぽくなるとは思います。で、あの左右のパーツですね、あれに乗せる武器ももうちょっとあの形を詰めないといけないんですけどね。じゃああの武器を前後に動かしてっていうのを考えているんで、まあ武器類は最後ですね。まずはですね GT フェンサー本体を早急に完成させたいと思います。それができたら武器を作って、あとあの弓っぽいジベンさんの横につく武器ですね、名前何か忘れましたけれどもマーク2が手に持つあれっぽいのも何か作ろうかなと思います、ただですね現存の参考にできる実際の立体物があるので今回のフルスクラッチはですね、まあ早ければ今月という遅くても来月の半ばには完成できるかなと思います。まあ、マウスの回収もあるので、まあ、来月の中旬までには少なくとも完成はできると思います。もしかしたらもうディフェンサー本体だけならば今月中に完成させたいなっていう願望はありますね。それでは続きが気になる方はチャンネル登録、あとはこの動画良かったなぁと思われた方は、いいねボタンよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。ニャンタヌ工房でした。